さんこんにちは、ゆっくり EDS 隊員です。この動画は、前回の工程直下攻略法、改良版を、さらに改良し、より安定しクリアできるようにした内容になります。簡単に内容を説明すると、攻略の要であるおとりが、足長ディロイの突き刺し攻撃で死ぬことがあったので、突き刺しが届かない場所に移動する、というものです。それでは早速動画で解説します。細かい攻略の流れは、前回の動画、オンラインインフェルノ攻略、ミッション64、工程直下、改良版の動画をご覧ください。前回と同じように、バッテリーガンをつけ工程内部に侵入し、円盤発進口を8つ全て破壊します。前回の動画では、この後中心の足場に乗り、ディロイやダンゴムシのおとりをして攻略を進める手はずだったのですが、足が長いディロイの突き刺し攻撃が足場まで届き、ペールウィングが嬉しい悲鳴を上げてしまう問題が発生。足場は時計回りに回転しており、それに合わせて中心の足場を回ることで、突き刺しは概ね回避できますが、それでも刺さる時は刺さってしまい、おとりが死に、ほぼミッション失敗となってしまいます。これを回避する方法が今回の本題です。やり方はごくごく簡単です。中心の足場から天井を見上げ、斜めになっている場所に突っ込むようにして体を練り込ませるとすり抜けます。その後工程の中心の方に振り返ると、円錐状の黒いとんがりがあります。そこは足場になっているのでそこに乗ります。ここで高さを調整し、突き刺し攻撃を回避できます。ここから工程の上まで行けますが、一度完全に上まで行くと降りれなくなるので注意です。また、上に行きすぎると、おとりの方が狙撃組よりも遠くなってしまう可能性があるため、登りすぎには注意です。この黒い三角錐の足場なら、サイド下の足場に降りることができます。もはやバグ技ですが、これによりペールウィングはより安全におとりができます。この技を応用し、ラストミッション、工程都市の攻略法、改良版も動画にする予定なので、よかったら見てね。内容だけちらっとお伝えすると、工程都市の無数の砲台を落とす、大変な作業をせずに一気にクリアする方法になります。以上短いですが、工程直下の攻略法改良版を、さらに改良させた、改良版バージョン2の解説でした。それでは、ご視聴、ありがとうございました。